皆さんこんばんは。こんばんは。3台のカメラがつながるまでもう少々お待ちください。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ぜひ見えていたらコメントもお願いします。はい、コメントでお知らせください。見えてますか？あ、こんばんはと。こんばんは。花丸木さん、こんばんは。ふなっしーさん、ふなっしーさん、こんばんは。いつもありがとうございます。3台のカメラがつながるまでもう少々お待ちくださいね。ガーリックさんもこんばんは。バンブーさんはね、つながってるんですけども、はい、あとツイッターとインスタグラムがつながるまでお待ちください。はい、こんばんは。はい、つながったようですかね。ではでは、はい、あ、ハートもありがとうございます。はい、皆さん見えてますか？ありがとうございます。はい、では始めていきましょう。はい、改めまして皆さんこんばんは。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。はい、あ、ハートもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、今夜もワタプラナイト始まります。2022年もワタプラナイトライブ配信していきますので、ぜひ皆さん楽しみにご視聴ください。はい、そして皆さんお家で見ていただいてますか？いかがですかね。私たちも感染対策をバッチリ行いながら配信していきます。はい、本日ワタプラナイトを担当するのは資生堂ビューティーコンサルタントのまいまいとちーです。よろしくお願いします。皆さん、私プラスはログインしていただいてますでしょうか？ログインしていただくと気になった商品をその場でご購入できますので、ぜひログインしてからご視聴ください。はい、また本日もインスタグラム、あとツイッターのカメラでも同時配信していきます。ぜひ最後までご覧いただいた方限定のお得なクーポンも配信しておりますので、最後までご視聴お願いいたします。はい、そして皆さんからの質問もお気軽にお待ちしてます。ぜひコメントやいいねもお願いします。はい、あ、たくさんハートありがとうございます。ありがとうございます。あ、インスタグラムの方もたくさんハートいただいてる感じですよ。ありがとうございます。はい、感染対策バッチリで配信していきますね。ありがとうございます。はい、では早速始めていきたいと思います。はい、本日のテーマはこちら、2022年美肌作りの抱負、今年叶えたい肌作りやケアについてです。イエイ。はい、今年、ね、にふさわしいアイテム、テーマですね。はい、そうですね。はい、さて皆さん、年が明けてから2週間近くが経ちましたが、今年の美肌の目標やなりたい肌は決まってらっしゃいますか？はい、ぜひ決まっていたらコメント、なりたい肌とか書いてください。あ、早速こちら長命草大好きとアナシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。サミさんもありがとうございます。皆さん決まっていますかね？はい、どうでしょう。そうですね、こちらのインスタグラムも長命草飲んでますとか、美肌作り大事ですとか、美肌になりたいっていうコメントもいただいてます。はい、ではまいまい決まっていますか？はい、考えました、私も。はい、お願いします。はい、私の今年の抱負はこちらです。じゃじゃんじゃじゃん。私は保湿ウルスベビ肌になりたいです。はい、はい、私は乾燥肌なので毎年保湿ケアはしてるんですが、はい、新年なので新しいスキンケアを、取り入れて、あのウルスベビ肌を目指したいです。はい、見ている皆さんも今年目指したい肌をぜひコメントで教えてください。はい、赤ちゃんみたいなふわふわ肌になりたいと梅干しさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ニキビをなくしたいとか、リクさんもいただいてます。ふなしさん、明るい肌を目指すと来てますね。ありがとうございます。インスタグラムはどうでしょうか？インスタグラムは、はい、美文字来てますよ。字綺麗って、あ、ありがとうございます。習字すごいってたくさんいただいてるんですが、はい、先ほどのはちーちゃんが書いてくれました。はい、本日ちょっと書き初め書かせていただきました。はい、サラフワな白い肌とか、うんうん、真ん中のチューブ何ですかっていう、あ、こちらですか ね、 ですね。後ほどね、ご紹介させていただきます。はい、はい、そしてちーちゃんは抱負決まってますか？はい、ちょっとコメントでもいただいてましたが、私はこちらです。じゃじゃん。透明感のあるハリ肌になりたいです。毎年美白ケアは取り入れていますが、今年は内面からも美白ケアをしっかり取り入れていきたいと思います。また、
やっぱりおうち時間が増えたことによって、うん、こうスマートフォンでこう動画を見たりですとか、映画とか見たりすることが多く、ここのこう首元の首ね、はい、年齢サインが気になるようになってきたので、うん、今年はこの首元のお手入れもしっかり行っていきたいなと思っております。はい、皆さんもどうでしょうか。はい、そうですね、私はツヤがないと診断が出ましたですとかいただいてますよ、うんうん、はい、ハリは欲しい来ておりますね、うんうんうん、あ、2人のような肌が目標ですと嬉しいコメントをいただいてます。ありがとうございます。嬉しいですね。はい、最近肌の調子が悪いなと思っているのに、うん、いつもと同じお手入れからなかなか抜け出せないという方もいらっしゃるかもしれませんね、うんうん、そんな方こそ新年はいつもの美容習慣を見直すいいきっかけとなります。はい、1月はですね、うん、こんな感じでじゃじゃじゃーん、はい、そうなんです。1月は気温湿度がこう下がることで、うん、肌の水分量が年間最も少なくなります。はい、そうなるとこちら肌荒れ、シワ、張りのなさ、くすみなどのお悩みが出てきやすいので、しっかり対策を行うことが大切です。はい、うん、私プラスのコメントで首やばいです、私も首のシワ気になってますという首の共感の方がいらっしゃいますね。そうですよね。はい、またじゃじゃ、年末年始はイベントごとが多く、外食ばかりで栄養が偏ってしまった方も多いのではないでしょうか、うん、そういった方は食生活の見直しも大切ですが、サプリメントなどでさっと内側から取り入れることも大切です。うん、はい、そうですね、コメントでも肌荒れしはやめてとかいただいてますね。いやですね、乾燥怖いとか、はい、わかります、怖いですよね、カサカサやばいと来ております。はい、乾燥対策を教えてほしいですという声もいただいてますよ。はい、そんな方にはこれからね、ご紹介していきます。はい、では早速、うん、私の今年の抱負である保湿うるすべ美肌になるために取り入れたいケアを実演を交えながらご紹介していきますね。はい、ではカメラさん移動お願いします。皆さんコメントどしどしお願いします。皆さんこんばんは。はい、あ、インナーケア大事ですよねっていただいてたりですとか、うるつや肌知りたいですとコメントも来ております。はい、食生活も乱れてます、うん、肌荒れの原因でしょうかと来ておりますが、うんうん、そうですね、内面からケアすることも大切となっております。そうですね、はい、最近カサカサで何してもダメなので気になりますと、そんな方はね、ですね、今からマイマイがお伝えしてくれますので、はい、見ていてください。はい、では準備できました。あ、花丸木さん、お肌綺麗ってありがとうございます。ちょっと若干肌荒れしてるんですけど、これからお手入れ頑張ります。はい、あ、アイシャドウ可愛いと思いまい来ております。ありがとうございます。今日はですね、資生堂メイキャップのポップパウダージェルアイシャドウのビビビオレンジとザクッと続々ブラウンを使ってます。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。つやつやと、では早速いきましょうか。はい、ではまず今日はこちら、はい、資生堂トリートメントソフナーエンリッチド税込み6050円です。はい、こちらは乾燥などの肌トラブルを未然に防ぎ、毎日をベストコンディションに保ちます。洗顔の後にこのようにコットンにディスペンサー3回押し分を取り、1、はい、なじませていきます。はい、コメントでファンデーション塗ってますかというドイツさんコメントあるんですが、ファンデーション目から下は塗ってないです。はい、ではつけていきますね。はい、はい、このように優しく滑らせるのもポイントです。はい、そうなんです。こうただなじませるだけではなくって、こんな感じで内側から外側に向かって軽く圧をかけながら脈拍に近い速度でこうつけることで効果的に肌に届けることができます。はい、サミーさんこれいいですよね、ふなしさんもこの化粧水大好きですと、わー、ありがとうございます。はい、いただいております。私も本当ずっと愛用しておりまして、見た目こう結構サラッとした感触なんですけど、うん、今みたいにしっかりなじませるとこう潤いが続いてる感じでしっとりしてとっても気に入ってます。はい、
つけ方を意識することも潤すべ美肌への近道ですよね。そうなんです。こんな感じでつけ終わりました。皆さんいかがでしょうか？はい、愛用中です。肌に透明感が出てますといただいております。ありがとうございます。ではでは続いてご紹介したいのがこちらです。はい、資生堂アルティミューンパワーライジングコンセントレート3です。こちらは1月1日に限定発売した約3ヶ月分お使いいただける 75mm サイズとなっております。はい、こちら税込み 1万7600 円です。今年の干支のトラ柄、皆さん見えますか？可愛くないですか？伝わりますかね？ちょっと反射してますね。はい、こちらですね、後ろ側にも、さりげなくね、はい、こちらにもトラが、はい、いつも限定ボトル楽しみにしているトラのイラスト可愛いですよねと来ております。はい、こちらは東洋と西洋の美の融合を色彩豊かに表現したパッケージです。新しい1年の幕開けにふさわしいきらびやかでダイナミックなデザインとなっております。はい、パッケージが可愛いと毎日のお手入れも楽しくなりますよね。こちらはお肌全体はディスペンサー2回押しなんですが、今日は目から下つけるので1回押しでつけていきますね。はい、今ご紹介しているのは資生堂アルテミューンパワーライジングコンセントレート3です。はい、そうです。はい、こうなじませて下から上に、中心から外側に優しくなじませてください。はい、あ、先ほどですね、化粧水ですね、なんだかスッとして気持ちいいので肌に効果がある感じで愛用していますと、かなこさんからいただいておりました。わかります、ありがとうございます。でこちらはやっぱりね、皆さんご存知の方も多いと思いますが、美しさを守り続ける美容液で、内側から溢れるような輝きに満ちた滑らかで弾むようなハリ肌へ導きます。はい、いかがでしょうか？今つけ終わりました。もう私もこれ大好きで、ずっとこちらも愛用してるアイテムなんですが、やっぱりね、肌が良くなったような感じもするので、ぜひ皆さん使っていただきたいです。はい、まいまい、こちらですね、ガーリックさんから、ベタつきませんか、うん、と来ておりますが、いかがでしょうか？はい、こちらテクスチャー結構サラッとしているので、ベタつきにくい、ベタつきが気になる方でもお使いいただきやすいかなと思います。あと、こうなじませるとこう吸い付くようなもちもち感を感じるので、本当におすすめです。はい、まいまい、もう肌もちもちしてそうですとか、うん、これ使うと肌の柔らかさが全然違いますと、梅干しさんからいただいております。そうなんですよ、かなこさん嬉しいですよ、ニキビもできにくくなりましたと。嬉しいですね、ありがとうございます、使っていただいて。はい、では次に行きましょうか。はい、たくさんコメントありがとうございます。ではでは次にご紹介したいアイテムがこちらです。じゃじゃん、はい、資生堂、こちらは1月1日にリニューアル発売した資生堂エッセンシャルイネルジャーハイドレーティングクリームです。こちら新年になって私は取り入れてみました。はい、はい、こちらね、朝晩併用してお使いいただけるクリームと、もう1種類あります。こちらですね、朝用のデイクリームの2種類があります。はい、こちら新しくなりましたよね、このクリーム気になってましたと来ております。そうなんですよ。はい、前々またですね、まつげが先ほどから続々とパッと上がってて可愛いですね、ですとか、まつげが綺麗といただいております。ありがとうございます。ちょっとまつげしっかりビューラーで上げてマスカラをつけました。はい、こちらのご紹介した商品はどちらも税込み7150円となっております。で今回新しく発売されてから詰め替えも出て、環境に配慮されたアイテムとなっております。はい、そうなんです。では早速今日は朝晩併用できるハイドレーティングクリームをつけていきます。ふなしさん来たーとコメントいただいております。 ありがとうございます。お顔全体はパール粒2個分なんですが、目から下つけていくので、はい、パール粒約1個分ほど取ってつけていきます。はい、皆さんね、リニューアルしたのこちら結構もう見ていただいた方多いみたいで、はい、かわいいですとか、はい、気になってますと、赤がかわいいと来ております。赤かわいいですよね。はい、こう力強さを感じられるようなクリームですよ。こうつけていきますね。はい、こちらは内側からあふれるようなツヤと潤いが際立つ、ぷるんと柔らかな肌へ導くモイスチャライザーです。うんうん、こちらはフローラルシトラスの香りで、とっても心地がいいです。はい、これ良かったです。化粧
化粧を使ってらっしゃるんですか。下に塗ったら乾燥しませんでしたとコメントを来ております。嬉しいですね。はい、あとですねこちら毎日使って何日ぐらい持ちますかと来ておりますが、はい、今使っている朝晩併用のクリームですと約 1.5 ヶ月分お使いいただけます。はい、今ちょっとつけてしまったんですけども、こちらのモイスチャライザーは保湿うるすべ美肌のを目指したい方にはぴったりなアイテムです。私は肌はうるす潤い補給が大切だと思っています。はい、とにかく肌に十分に潤っていれば幸福感のある艶やかな肌に見えますよね。そうなんですよ。モイスチャ肌綺麗ですとかツヤツヤと、ありがとうございます。爽やかそう、そうです、フローラルストラス結構爽やかな香りになっております。はい、使ってみたいですと来ております。そうなんです、もうこちらは美しさが更新されるのを実感できるような新しいアイテムとして取り入れています。ぜひ気になる方は皆さん左側のこちらの商品詳細をご確認ください。はい、でこちらですねディープローのピンクと使用していますが、併用いかがですかと来ておりますが、はい、じゃあ敏感肌用ではないんですが、その時のお肌の状態に合わせて併用していただいても大丈夫なので、はい、ぜひお試しになってみてください。そうなんですよ。そしてはい、そして今ですねオンライン限定でこちらの 30g のサイズを税込み4620円でご用意しています。可愛いですよね。どうでしょうか皆様。こちらはね、ちっちゃいので試してみたいという方にぴったりなサイズ感になっております。こちら数量限定で発売しておりますので、お早めにチェックしてみてください。はい、ディープローのピンクにプラスしたいですですとか、肌更新したい、かわいいって来ております。かわいいですよね。詰め替えもあるんですねっていう 梅干しさん。そうなんですよ、詰め替えもあるんですよ。こちらの小さいサイズどのくらい使いますかとコメント来ております。はい、こちらは約1ヶ月ほどお使いいただけるサイズとなっております。はい、試すのにはねたっぷり使えていいサイズなので、ぜひ皆さん限定になります。オンライン限定で数量限定となりますので、ぜひ左上の商品画像をタップして詳細確認してみてください。はい、あ、こちら店頭にもありますかと来ておりますが、このミニサイズの 30g は、オンライン限定となっておりますので、オンラインで確認してみてください。はい、そして皆さんいかがでしたか。保湿うるすべ美肌のになるためのお手入れは伝わりましたか。どうでしょうか。はい、皆さんツヤツヤとトライアルいいねと来ております。ありがとうございます。では一度カメラを戻しますね。はい、ありがとうございます。はい、皆さんたくさんコメントで盛り上げていただいてありがとうございました。まだまだコメントたくさんお待ちしております。はい、戻りました。はい、今ツヤツヤになりましたね。うん、もういつものお手入れに簡単に取り入れるアイテムなので、もう新年でスキンケアを新しく一新するのもいいですし、何かアイテムを一つ取り入れるのもいいので、ご自身に合った方法でぜひ試してみてください。はい、ここでこのライブ配信を見ていただいている方限定で、こちらですね公式オンラインショップ私プラスで ご利用いただけるクーポンコードをご案内いたします。こちら小文字で WPN2218、 こちらは税込み3300円以上ご購入でお使いいただける500円クーポンとなっております。期間は1週間限定となりますので、ぜひスクリーンショットを撮って残しておいてください。はい、あ、クーポン来たっていただいてますよ。 ありがとうございます。今年初クーポンとなります。皆さん大丈夫でしょうか。ぜひこのねお得な時にお買い物いただければと思います。はい、先ほどのミニサイズの 30g もこちらのクーポン使えますので、気になった方多かったので、はい、ぜひこちらのクーポン使ってお得にお求めください。ではちょっと下げますね。はい、はい、はい、あ、コメントで初めて見たけど分かりやすいっていうコメントもいただいてます。嬉しいです。ありがとうございます。最後までぜひ見ていってください。さて続いてはお待たせしました、私の透明感のある肌になるためのお手入れをご紹介していきます。はい、使用するのはこちらです。じゃじゃん、皆さん見たことありますでしょうか。こちら、はい、リバイタルローション2とエマルジョン2です。こちらのシリーズは光ダメージによる乾燥を防ぎ、ハリと潤いに満ちた明るい肌が期待できます。はい、こちらは
お手入れ直後は潤っているけど、それが長続きしない方や肌に自信が持てない日が増えてきたという方にお使いいただきたいアイテムです。はい、これ本当に大好きで私も毎日愛用しております。そして、うん、さらにシミそばかすを防ぎ、潤いで透明感のある肌を目指すために普段のお手入れにプラスして、こちら、はい、ハクメラノフォーカス Z 税込み11,000円を使用していきます。コメント来てますか？はい、コメントも続々と、あ、ハートがたくさん来てますね。嬉しいです。はい、はい、こちらはこちらのハクはですね、2種類の美白有効成分を肌の奥まで届け効かせます。潤いに満ちて明るく澄んだ透明感のある肌をへ導く美白美容液です。はい、こちらのね美容液、昨年も何度もライブ配信でご紹介させていただいた美白美容液ですよね。はい、そうなんです。ちょっとテクスチャーお見せしていきます、ね。はい、お願いします。蓋を開けるとこのように、ポンプ型となっております。はい、そしてちょっと出しますね。すごい、ハク必需品ですとか、はい、ハク使ってますとか、はい、もうたくさんハクご愛用の方が多いみたいです。嬉しいです。うん、こちらのハク、こう手をこう逆さにしても落ちないぐらい肌にピタッと密着するのですごく嬉しいですよね。うん、私は特にこうマスクから出るここの頬の高い部分、目の下のここの部分が少し気になるので、はい、ここに部分にこうつけて重ね付けしてもピタッと密着するところが嬉しいなと思って、これから使おうかなと思っております。はい、こちらシミそばかすを防ぎたい方や潤いで透明感のある肌を目指したいという方はぜひこちらのハクメラノフォーカス Z チェックしてみてください。はい、気になった方は左上の商品画像をタップしてくださいね。はい、保湿力もありますねとか来てますね。はい、でところで、うん、先ほどね、冒頭でも少しお話しさせていただいたんですが、うん、皆さんやっぱ、ね、首元、うん、ケアしたいっていうお声もいただいてたんですが、うん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 、こちらの首元のお手入れしていらっしゃる方っていらっしゃいますか？ぜひいたらコメントでお願いします。はい、でこちらですね、事前のストーリーズでアンケートを取らせていただいたんですが、こちらの結果でした。はい、半数以上の方がお手入れされていらっしゃいましたね。うん、すごいですね。すごい、美意識高い方多いですよね。はい、皆様素晴らしいです。ただ今日は専用のこちらの真ん中に置いてあります、こちらチューブの、はい、専用のエッセンスを使用して首元のこうコリをほぐすイメージでお手入れを簡単にお伝えしていきたいなと思います。はい、はい、ご質問でハク新しくなるのというコメントもあるんですが、はい、今は特にリニューアルはしてないですよね。はい、こちらの今日ご紹介したハクメラノフォーカス Z が今一番新しいシリーズとなっております。はい、はい、ではそうですね、手と首ってね、年齢が出やすいって言いますもんね。はい、お手入れ、首のお手入れまだしてない方もいらっしゃいましたね。うんうん、そういう方には必見なので、では早速お手入れ方法をちーちゃんに実演してもらえますね。はい、カメラさん移動をお願いします。はい、コメントもぜひお待ちしてます。ハクいいですよねと、あ、嬉しいです。ハク本当にいいですよね。はい、はい、準備もう少しでできそうです。化粧水など余ったのを首まで塗っていますですとか、首のお手気になるっていうコメントがたくさんいただいてます。はい、あ、エリクシールの首の、あ、エリクシールのを首のコロコロに美容液ですね使ってますという、嬉しいですね。はい、あ、ホワイトライナー素敵です。今日はこちらの私の透明感のある張り肌を目指したいので、ちょっとイメージしてこちらのホワイトライナーを引いてみました。はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。では早速お伝えしていきますね。使用していくのはこちら、首元のお手入れに使用していくのはこちらです。こちらリバイタルネックゾーンエッセンス税込み、5500円です。こちらは夜のお手入れの最後にパール粒2粒分を目安に使用していきます。はい、ではここから説明していきますね。はい、まず指先をパール粒1個分の量を取り、首の画面向かって右側を
指全体をピッとさせながら首の中央から外側へ大きく円を描くようになじませます。はい、続々とホワイトライナー可愛いっていただいてます。嬉しいです。皆さんもぜひやってみてください。はい、あとネックゾーンエッセンス気になるっていうお声もあるので、はい、こちらは必見ですね。はい、このように内側から外側にちょっと圧を加えながらなじませていくのがポイントとなります。はい、こちら美容液がなじむまで数回繰り返してください。はい、なじみました。はい、では続いて逆の手の指先にパール粒1個分の量を取り、首の反対側を同じように指全体をフィットさせながら外側へ大きく円を描くようになじませます。はい、このようにクククーと軽い圧を加えてなじませていきます。はい、いかがでしょうか。あ、いつものナイトクリームでも大丈夫ですかとコメント来ておりますが、あのナイトクリームでももちろんケアしていただけますが、より首元専用のアイテムとなっておりますので、ぜひこちらのシワですとか線が気になる方はこちらのリバイタルのネックゾーンエッセンスを使ってみてください。ちっちゃい嬉しいコメントもありまして、はい、お二人とも話し方がうまくて聞き入っちゃうっていただいてます。嬉しいですね。はい、嬉しいです。ありがとうございます。 あと、多分おそらくリバイタルのネックゾーンエッセンスだと思うんですが、お値段がこちら税込み5500円です。はい、思ったより簡単そう、自分でもできそう。そうなんです。あとですね、この手をこう逆の首元の左でしたら右手、右側でしたら左手で反対側をやっていただくとすごくやりやすいので、こちらもおすすめのやり方となっております。はい、続いて最後に両手で顎先から耳の下に向かって4本の指で押し上げるように行います。はい、このようにやっぱフェイスラインって気になる方いらっしゃるんじゃないですかね。ここの顎の下のここのフェイスラインに沿って耳の下に向かってクククーっと優しくですね、軽い圧を加えながら最後は伸ばしていきます。はい、気持ちよさそうですね。コメントもたくさんいただいてますよ。すごいね、簡単にできるのでね、ぜひ皆さんにもねやっていただきたいです。はい、花丸木さん、思ったより簡単そう、自分でもできそうっていただいてます。はい、ぜひねご自身のお持ちのものでもいいですし、首元のケアをしっかりしたい方はこちらを使用して今のように行ってみてください。はい、はい、皆様いかがでしょうか。簡単に取り入れられるお手入れなので、首元のこちらですね、スマホ首とも言われてますが、首元のケアされたい方はこちら今ご紹介したリバイタルネックゾーンエッセンスでお手入れしてみてください。では一旦カメラ戻します。ありがとうございました。はい、戻りました。夜はねしっかり今紹介してくださったリバイタルネックゾーンエッセンスでぜひお手入れしてみてください。はい、こちらで今年の抱負である透明感のある張り肌になりたいというお手入れは伝わりましたでしょうか。ぜひ私と同じお手入れで透明感のある張り肌を一緒に目指しましょう。はい、では、こちらですね、はい、ネックゾーンですね、うんうん、香りはですねすごくいい香りになっておりまして、うん、こちらはグリーンフローラルの香りとなっております。なんだか私はねこう最近取り入れたんですが、うん、こうお風呂上がりにこうパール粒2粒分を目安にマッサージをして寝るとすごくぐっすり眠れるかなと思いますので、ぜひ皆さんも取り入れてみてください。はい、香りも大事ですもんね。はい、で資生堂では今ご紹介したスキンケアをはじめ、メイク、ファンデーションなどたくさんの商品があります。はい、それだけではなく内面からケアできるサプリも発売されています。本日は最後に数ある内面ケアアイテムからこちらの2つをご紹介します。じゃあこちらです。はい、皆さん見たことありますか。飲んだことあるという方はぜひ絵文字で教えてください。こちらの長命草を飲んだことがあるという方はこちらの緑のハートで、ちーちゃんが持っているピュアホワイトを飲んだことがあるという方は白のハートで教えてください。はい、いかがですか。ハートたくさん送ってください。飲んでみたいというのもねありですよね。はい、飲んだことがないという方も飲んでみたいという方もぜひ教えてください。いかがでしょうか。
あ、緑のハートが来ました。あ、白のハートも来ました。はい、続々とありがとうございます。どうでしょう、どうでしょう。はい、皆さんハートたくさん送ってください。はい、白も緑も結構いらっしゃいますね。はい、たくさんいただきましたね、ありがとうございます。ではマイマイが持っている緑のハートの長命草の方からご説明お願いいたします。はい、かしこまりました。では改めて私がおすすめしたいのはこちら、資生堂長命草ドリンク N3 本セット税込み648円です。こちら与那国島産長命草の優れた栄養分がギュッと凝縮されていて、美味しくて飲みやすい青汁シリーズです。はい、青汁といえば苦いイメージをお持ちの方も多いと思いますが、こちらのドリンクは果汁 65% 配合の青汁なので、少し苦手だなと思った方は飲みやすいかなと思いますので、ぜひこちらですね、取り入れてみてください。はい、こちら1日1本を目安によく冷やしてよく振ってからお飲みください。はい、お通じが良くなったというお声もいただいてますね。嬉しいですね、戻っていただいてますね、ありがとうございます。で、先ほどピュアホワイトですね、飲みやすいですですとか、美白に効果ある錠剤もありますかと来ておりますが、先生、お薬ではないんですがサプリメントです。後ほどご紹介させていただきますね。はい、はい、そして長命草はこんな方におすすめです。はい、こちらです。食生活のバランスが気になる方、はい、体がいまいちだと感じる方、はい、いつまでも若々しく健やかでいたい方です。はい、どうでしょうか。はい、気になる方はこちら長命草おすすめなので、ぜひ飲んでいただきたいです。はい、ちなみに長命草は今ご紹介したドリンクとパウダーとタブレットの3種類があるんですが、はい、私は毎日続けやすいタブレットが今は気に入っています。はい、こちらですね。なので今回はタブレットタイプもご紹介しますね。こちら長命草タブレット N 税込み5500円です。1日6粒を目安に水などと一緒に噛まずに飲みます。1本で1ヶ月分となっています。青汁の風味を気にせず気軽に取り入れたいという方はこちらがおすすめです。はい、コメントでどこで買えますかと来ておりますが、公式オンラインショップわたしプラスでご購入いただけますので、先ほどお伝えしたクーポン入れていただいて、ぜひお得にお求めください。またですね、パウダー愛用してお取りいただいている方もいらっしゃいます ね。ありがとうございます。ぜひ気に入っているところがあれば教えてください。気になる方は長命草の、ね、シリーズ気になる方は左上の商品画像をタップしてください。はい、ではでは続いてちーちゃんご紹介をお願いします。はい、私が紹介したいのはこちらです。じゃん、はい、クコの実エキスとビタミン C などが入ったピュアホワイトドリンク3本セット税込み810円です。はい、こちらドリンクタイプは気軽に取り入れられるのでいいですよね。ちーちゃんはどんな時に飲むんですか？はい、私は普段から車を運転しているので、うん、紫外線に当たる機会がすごく多いので、うん、1日の最後終わりとしてクッと1本飲んでいます。はい、でまたノンカフェインで低カロリーなところも好きなポイントの一つです。はい、こちらライチ風味の甘い味でとっても美味しいですよね。美味しいんです。そう、うん、飲んだことないっていう方もいらっしゃるんですが、うん、ライチ風味で、ね、甘いのですごく飲みやすいですよ。はい、はい、またこちらに先ほどもコメントいただいてますが、こちらにはタブレットも発売していますが、ピュアホワイトはこんな方におすすめです。はい、はい、透明感のある毎日を過ごしたい方、紫外線が気になる季節も楽しみたい方、年齢に負けない美しさを求める方におすすめとなっております。はい、翌朝顔が明るくなったと嬉しいコメントも届いております。わー、すごい嬉しいですね。すごいですね。きっと継続して使ってらっしゃる、はい、飲んでると思いますね。ありがとうございます。うん、そして先ほどコメントでいただいてたタブレットがこちらです。こちらタブレットは税込み4320円です。でこちらは1日8粒を目安にこうお水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。ぜひ気になった方は左上の商品画像をタップして詳細確認してみてください。はい、コメントもたくさんいただいてますよ。今日ワタプラ登録しましたと来ていただいて
いただいてますね、はい、ありがとうございます。お店で見たことあります、飲んでみたい、夏に飲んでましたと来ております。こちらね、年間通してお取りいただくのもおすすめとなっておりますよ。はい、コラーゲンも一緒に飲んでいいですかと。お、すごい、もうコラーゲンドリンクとかですね、はい、美容の内面美容取り入れていただいてますね。もちろん一緒に取っていただいて大丈夫です。では、はい、ここで公式オンラインショップ私プラスでご利用いただけるクーポンコードをご案内します、はい、こちらです。2回目のクーポンのご案内ですね。こちらは税込み3300円以上ご購入でお使いいただける500円オフクーポンです。期間は今日から1週間となっておりますので、ぜひスクリーンショットやメモに残して控えておいてください。はい、タブレットは粒が小さいですかと来ておりますが、そうですね、喉に引っかからないような形状にもなっておりますので飲みやすいかなと飲みやすいかなと思います。そしてライチが好きなので飲んでみたいとコメントもいただいております。ありがとうございます。嬉しいですね、はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。本日はそれぞれの今年の美肌の抱負、お手入れ方法をお伝えしていきましたが、皆様いかがだったでしょうか。簡単におさらいしていきましょう。はい、まずはこちらですね。私から、はい、私は普段からこちら資生堂トリートメントソフナーエンリッチド、そしてアルティミューパワーライジングコンセントレート3を使用していますが、新規一点こちらのエッセンシャルイネルジャハイドレーティングクリームを使用して、今年の抱負の保湿うるすべ美肌を目指します。はい、新年にね、新しいスキンケアを取り入れるのもすごいいいですよね、うん、はい、はい、続いてちーちゃんお願いします。はい、私は普段からこちらの大好きなリバイタルの化粧水乳液を使用しています。さらに透明感とハリに磨きをかけたいので、こちらの美白美容液の白で、先ほどご紹介させていただいた首元のリバイタルネックゾーンエッセンスを使用して、今年の抱負の透明感のあるハリ肌を目指します。はい、そして最後にご紹介した内面ケアの長命草とピュアホワイト、ピュアホワイト買いたいですとコメントをいただいています。 ありがとうございます。こちらは内側からのケアにも力を入れて綺麗をサポートしていきましょう。はい、コメントもたくさんコメントいただいてますね。ちょっとコメント読まさせていただきますね。はい、保湿私も頑張ります、うんうん、1月から美白したから効果出そうと。嬉しいですね、はい、もうぜひ続けていただければと思います。あとですね、うん、こちらですね、ピュアホワイト飲んでみたいですというお声もいただいておりますね。ありがとうございます。ぜひ美味しいので飲んでみてください。そしてまた自分に何が合うかわからないという方は、ぜひオンラインビューティーで私たちに相談していただければと思います。はい、こちらです。こちらは予約なしで受けられる15分のクイックコースと、ご予約いただいてじっくりご相談いただける30分コースのご用意をしております。ぜひお気軽に私たちにご相談してください。お会いできるの楽しみにしております。はい、楽しみにしております。保湿私も頑張りますって、カシさんありがとうございます。頑張りましょう一緒に、お手入れ大事ですからね、はい、あ、長命草、うん、保健さんが紹介なさってたのを見て、うん、それ以来愛用していますと嬉しいお声いただいてますね。ありがとうございます。はい、私たち24名、うん、SNS 始めておりますので、ぜひそちらも見てみてください。はい、はい、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。それではそろそろお時間が迫ってきました。あっという間にね過ぎてしまいましたが、最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございます。ありがとうございました。コメントもたくさんいただけて嬉しかったです。あ、まだいいねが、ハートがいっぱい、ありがとうございます。はい、頑張りますと来ております。2人の肌を目標に頑張りますと来ております。ありがとうございます。頑張りましょう。そして今日の動画は私プラスはアーカイブ、インスタグラムは IGTV に残しておくので、最初の方を見逃してしまったという方はぜひご覧ください。はい、あ、内面美容に挑戦しようかと来ております。ありがとうございます。すごいハートが、一緒に挑戦しましょう。はい、では次回はこちらです。じゃじゃーん、じゃん、1月20日20時から、寒い季節は
ぬくもり感のある血色メイクというテーマで、こちらの可愛いみなみちゃんとちかちゃんがメイクのご紹介をしてくれます。天の声でしゅうくんも出てくれますよ。もうね、はい、ぜひあさってなので楽しみにまたご視聴いただければと思います。はい、美白頑張ります。一緒に頑張りましょう。ハートがたくさんありがとうございます。参考にさせていただきます。今年も綺麗になれるように頑張ります。一緒に頑張りましょう。二人とも可愛いですと、とても嬉しいです。励みになります。ありがとうございます。それではまた次回ライブでお会いしましょう。ありがとうございました。あさっても見てください。はい、メイク見てくださいね。今年もお手入れ頑張りましょう。今年もよろしくお願いします。